しんどくていいですか。大丈夫です。練習か、うまい。僕はこう、クキムナキってどっちかというとこっちのイメージなんですかね。僕はシャバーンでやるんですけど、自分はあのそれを悪いとは言ってないんですけど、どっちかというと靴脱いでもらって膝と膝付き合わせて、うん、靴磨きを通してその人の話を聞きたいなとかあるんで、これをだってなんか靴磨きって本当美味しいのが、例えばそのすごい方がいます、新庄さんがいますってなった時に、新庄さんと話そうと思ったらこっちでお金払って話聞きに行かなと思うところ、たった15分から20分の間自分発信でその人の人生のサマリーを聞けるチャンスがあって、うん、これって本当に靴磨きできた靴磨き以上にそっちの物語の方が僕は価値あるなと思います、うん、例えば修行さんの靴磨かせてもらうってなったら、うん、自分がお金払って聞きに行かなあかんところ、修行さんが人生で大切にしてる最も大切なことを聞けるチャンスがあるっていう。でもそれはやっぱこういきなり街で会って人生で大切なこと何ですかって聞いたら、夢って何ですかってこう構えると思うんですけど、なんか靴磨きっていう一つこう間にコミュニケーションツールが入ったら、なんかこう素直に話し合えるっていう不思議な、なんか時間なんですよ。名刺渡してる感じで、渡してる感じでいいの。え、くれるんですか。あ、ごめん、何どっから始まってるの、怖っ。あ、もう始まってました。あ、これもあ、もうついてるんだ、これついてます。でも、でも普通に、なんかできる。ありがとうございます。時間、大切にします。つけさせていただきます。うわ、久々に時計つけましたね。今2時15分なんだ。すごい。2021年10月11月10日2時14時15分。これ歴史変わりました。歴史変わったかもしれないですね。はい。ありがとうございます。はい、平凡な高校生が急に世界救うみたいな。はいはいはい、オールジャクソン号も平凡なママチャリでいずれ10年くらいしたらパクられてどっか行くんやろなっていうチャリやったんですけど、まさかね、まさか日本中を旅するとはって。今日本で一番頑張ってるママチャリですよ。いや、でもそうっすね。東京だ、空気が。よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、キャピタルに入りましたね。今日、小山でよろず屋をやってる一番松さんと会って お昼ご飯食べて財布を磨かせていただいたんですけど、今日雨降ってるしどうしようかなって思ってたんですよ。でも明日東京で昼から会う約束してたんで、ちょっとでも進んでおきたいな、でも雨降ってるしなって思ってたら、軽トラで来てて、いや東京まで送っていくでって言っていただいて、そして今日この後オンラインでちょっと話さないといけないんで、今日もホテルに泊まろうと思ってたらですね、ここのホテル代も払っていただいて、もうめちゃくちゃお世話になりましたね。ずっと SNS はつながってたんですけど、今日が初めてお会いして、もう何でも、よろず屋さんって言ったら何でも屋さんなんですよ。引っ越しもやるし、植木もやるし、なんか喧嘩の仲裁もやるとか、あと遺品整理とか、何でもやるって言ってたんですけど、なんかその話とかも聞いてて、すごい面白かったですね。いやー、あと面白い話で言ったらあれですね、下座表っていう言葉があって、こう人がやらない下座業だ、
人がやらないことをやってると自分が磨かれていくんだよって、魂が磨かれていくんやぞっていう話を聞いてですね、本当にこう草むしりとか、遺品整理とか、みんながやりたがらないことを仕事にしてやってる一番松さんなんですけど、ある意味靴磨きもそうかなって思いましたね。こうめんどくさいこととか、あんまりやりたがらないことを、一応僕もなりわいとしてるところで言うと、僕も下座表に当たるんか、下座業になるんかなって思いましたね。本当に半日一緒にいてめちゃくちゃ勉強させていただきました。世の中にはかっこいい大人がいっぱいいますね。ぜひよろずや一番松さん、関東の方、特に栃木県の方、何かあったら連絡してみてください。めちゃくちゃ面白い人です。磨き日本一周の旅に出た、日本列島をママチャリで移動して、靴磨きと同時に己の心も磨いている、靴磨きトラベラーのサラ総称さん、出てこれますか？よろしくお願いします。はーい、言えるかな、どうなんだ何どうなってんの、何がどうなってんの、はい、あ、総称ですけどはい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 、今ちょっとピン付けさせてもらって、何これ、何誰、第二形態ですあ、第二形態最近ちょっとズームはこれでやらせてもらってまして皆さんよろしくお願いします。ちょっと思ったのと違うと思った人多いと思うんですけど、